楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。イーグルスの先発は左の早川、対するライオンズの先発は右の今井、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面でフランコ、第1球投げました。初球を打った、フラフラッと上がった、掴みました。これで2アウト。イーグルス、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー1塁3塁という場面でフランコ、打ちました。これはゲッツーコースか。源田、ボールを取る、間一髪、イーグルス、ようやく1点を返しました。イーグルス、なお6回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のフランク。今日はキャッチャーフライとショートゴロ、外角低め、外れてボール。第2球投げました。打った、これは強烈、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。イーグルス、この一発で勢いを増していきます。イーグルス、1点返しました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。同点で迎える7回です。先ほどホームランを放ったフランコ、第1球初球決まってストライク、いきなり151キロ、1球目ストライクから投げました。打ちました、痛烈、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、フランコ、これで2打席連続のホームラン、ストレートを狙い打ち、イーグルス勝ち越し、6対5。今チームメイトが迎えます。フランコ選手ホームランです。さあ、先ほどの勝ち越しの場面です。イーグルス、追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でフランク、これはいい当たりだ、左中間大きいぞ、さらに入った、入った、ホームラン、スリーランホームラン、3打席連発、初球をうまく捉えました。10対5、イーグルスリードを5点に広げます。チームメイトが迎えます。フランク選手ホームランです。先ほどのプレーです。イーグルス、見事勝利を収めました。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスの勝利でございます。勝利投手鈴木空。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。